皆さんこんにちは。今日は広島に来ていますよ。今ね、目の前に見えているのはそごうですね。百貨店の中でもそごう大変大きな店舗も持っていたんですが、現在は首都圏関東以外はですね、この広島だけなんですよね。そういう時って、まあ、広島が創業の地なのかななんていうふうに思うんですけど、そごうはね大阪創業なので全然関係ないんですよね。ただ広島の町の方にはね愛されて一番浸透した百貨店と言えるんじゃないでしょうか。今でもねそごうがあるところが広島の中心部となっています。バスセンターっていうね併設されていまして、交通のね要衝となっております。さてそんなそごうからもねほど近い歩いて来れるような場所、平和記念公園のねほとりにございます。柿舟かなわさんにやってきました。船というぐらいですからね、このように橋を渡ってお店に入っていきます。ただね揺れるとかそういうことはなくて、しっかりしたね作りとなっています。立派なねもう料亭という感じです。1階はこのようにレストランになっていて、2階はね個室っていうのもねありますよ。5000以上のコースだとね2階の席個室っていうのもね入れるんじゃなかったかなと思います。さあこちらのね、まあ、船のスタイルなわけですけれども、どうしてねこちら船のスタイルなのかということになります。大阪までね昔広島の養殖業者が牡蠣を船で運んでいたということなんですね。そこでまあ直売していたことに由来していて、こちらの牡蠣舟かなわさんの場合は慶応3年創業ということで、もうね優に150年を超える歴史をお持ちというね老舗中の老舗でございます。とは言ってもね、最初はもう養殖業だったってことみたいなんですよね。養殖業として、まあ、1867年創業ということになるそうです。現在のね、牡蠣舟かなわというスタイルになったのは昭和37年ということですね。それでもね、相当な歴史があるのかなと思います。こちらに来たらね、やっぱり牡蠣料理いただくしかありませんよね。中でも生牡蠣がね、人気なんですね。もう400円とか500円ぐらいのからね用意がありまして、とっても美味しいんですね。小ぶりなものもあるんですけれども、やっぱりもうお味、そして濃さ、それはねもう別格でございます。特にこちらの牡蠣舟かなわさんで出される生牡蠣というのは、特別にね綺麗な海域、瀬戸内海ですねの中でも無人島のね周りに養殖場がありまして、そちらでね育てられた牡蠣をこうしていただけるということなんですね。やっぱり牡蠣に当たるっていうのはありますけれども、あれもやっぱり人間が近くに住んでるほどですね、生活排水などの影響でですね、牡蠣が、まあ、菌の方を持ってしまう、ウイルスを持ってしまうということなので、まあ、無人島の近くであればリスクも少ないということですよね。私もこちらの金輪さんに来て何度かね生牡蠣いただきましたけど、一度もね当たったことっていうのはないです。さあ今回はね牡蠣尽くしコース、お昼のコースになっております。こういうところでねコースなんて頼んじゃったら高いんじゃないのかなっていうね気もしますけれども、結構ねリーズナブルな、もう3000円台からねあるという感じなんですよね。これがいいところなんですよね。お手軽に牡蠣を食べることもできるんですね。一品料理もねもちろんあります。今回コースの中で印象的だったのはもうこちらですね。牡蠣の肥料図、飛ぶ竜の頭と書いてね肥料図、こちらねガンモドキでございますね。関西では肥料図って言うみたいですよね。広島も西日本ということで肥料図ですね。関東ではガンモドキって言うみたいですね。こちらがねとっても美味しかったんですね。もういろんな味わいがして、この味どうやって出してるんですかって聞いたらですね、さまざまなお野菜とかをね長時間煮込んで出しているということなんですよね。すごいですよね。手間がかかっています。その他にも牡蠣飯、お味噌汁、そしてデザートまでね、すごいラインナップですよね。まさに牡蠣尽くし充実のラインナップだと思います。お昼のリーズナブルなコースであってもこのようにね大満足の品数、やっぱりね牡蠣舟かなわさん広島に来たら外せないなというふうに思いました。こちらは平和記念公園の方にありますが、他にも店舗があります。広島駅にも入ってるんですよ。広島空港にも入ってますし、もっと言うと東京の銀座にもあったりします。面白いですよね。もういろんなところにあってもそれだけ大人気のお店ということなんですよね。銀座とかでも平日ランチは、ね、お安くいただけますので、ぜひ、ね、おすすめでございます。さあ広島駅の方に戻ってまいりました。じゃあ、ね、駅もすごく大きいんですよね。さすが広島でございます。
広島はね、やっぱりかなり大きな都市ですよ。駅の大きさももちろんですが、路面電車とかねあって、街の規模が広いなと思います。とにかく大きいんですね。そして食べ物が美味しいんですね。やっぱり瀬戸内の恵みがね様々あるということで、回転寿司屋さんにやってまいりました。こちらは広島駅に入っております。1階にね入ってるんですけれども、端の方にあって、こちらがね大変美味しいんですよ。すごく面白いのが、普通のねお寿司になるんですけれども、まずはね東西のね醤油って形でちょっと分かれてるんですね。2つの味の醤油が楽しめるということなんですね。で、普通にこれお寿司食べますよね。じゃあこの魚がね、あの骨ついてるじゃないですか。こちらですね、これはですね揚げていただくことができるんですね。で、その揚げていただいてる待ってる間、ちょっとね大好物のカニなんかね食べながら、他にも瀬戸内のお魚たくさんねあります。広島牡蠣もあります。上がってきたのがこちらですね。こういう楽しみ方もできるんですよね。この揚げていただくのに追加料金は必要ありません。普通に一皿のお値段で揚げていただくところまでやっていただけるんですね。レモンを絞ってね、せんべいのようなね形になっています。いただいていこうと思います。いや、こちらね一皿でさらに満足感がありますよね。満足感がある一品かなと思います。ランキングでね気になったのが、活締めマダイということで、マダイも絶対美味しいですからね、ちょっと頼んでみました。まずねネタが大きいですね。そして透き通っていて新鮮さがとっても伝わります。いろんなね回転寿司屋さん行ってきましたが、この広島駅の、一回端の方に入っている寿司達さんですね、非常におすすめです。美味しかったですね。広島駅に来たら必ず寄るというぐらい大好きなお店ですね。さて、同じ階にはですね本当にグルメが充実しておりまして、広島といえばね様々な名物がね他にもありますよね。特にね有名なのがお好み焼きだと思います。あんまりね広島で広島風お好み焼きって言わないみたいですね。普通のお好み焼きがこれっていうね、そういうことなんだと思うんですけれども、卵とね薄い生地で挟んだのが、キャベツを、ね、挟んだのが、そして焼きそばも入ってるっていうのがね広島風お好み焼き、もとい広島での普通のお好み焼きのね特徴なのかなと思います。そして、ね、ソースがカープソースという名前なんですね。2種類ございました。広島といえばね、やっぱり広島カープがね大人気球団ですからね。その他にも今回ねレイちゃんというお店に行ったんですが、オリジナルソースも置いてありました。3種類のねソースで楽しむことができます。そしてね鉄板の上に置かれたお好み焼き、こちらをね少しずつ食べていくということになります。なのでね冷めないんですよね。これ嬉しいですよね。まさか広島駅という大きな駅でこれだけね食べれるスペースがあるっていうのはすごいと思います。れいちゃんの他にも何店舗かねこうした形カウンター席をね有したお好み焼き屋さん何軒か入ってるんですよね。その他にも広島名物冷たいつけ麺とか、あとはね汁なし担々麺とかね、そういうのもあったりします。とにかくこの広島駅に来れば全てが叶うと言っても過言ではないですね。あとはね瀬戸内ってレモンがね結構有名ですよね。しまなみ海道あたりの島々で特に盛んにね作られております。その他にももみじまんじゅうもねとっても有名ですよね。もみじまんじゅうも普通のもみじまんじゅうの他に、こうして生もみじというのがね最近はもう出ておりまして、これがまた生食感でとっても美味しいんですよね。もっちりとしております。しかもねもみじまんじゅうの工程、製造工程もねこうして見学ができてしまうんですね。これ広島駅ですからねすごいですよね。改札出てすぐでございます。やってまいりました。辛めのね冷たいつけ麺が有名な爆弾屋さん。最初はね冷たいつけ麺がそんな有名なのかななんて思ったんですけど、どうもね癖になる味なんですよね。もうすっかり私の舌に馴染んでしまって食べたいなと思わせるようなね飽きのこない味なんですよね。細麺なのでねもうチュルチュルといけてしまいますし、辛さも選べるので苦手な方はね抜くっていうこともできると思います。そしてこちら、ね、あんころねというのが広島駅には売ってるんですが、これもめちゃくちゃ美味しいデザートなんですよね。1階にね売っております。上のね駅へ売店にもあります。とにかく美味しいんでね、このあんころねをぜひ食べてほしいですね。少しね冷やした感じのコロネなんですけど、中にはねクリーム
だけじゃなくてね、あんこクリームがね入ってるんですよね。これが本当に美味しいんですよね。あんころねと爆弾屋さんはテイクアウトにしましたので、ここから歩いていけるねホテル来まして、お部屋で食べていきたいと思います。あんころね、ぎっしりとクリームが詰まってますよね。これがとっても美味しいんですね。外側もパイ生地でサクサクになっております。そしてこれが爆弾屋の冷たいつけ麺、こちらも広島の名物ということになっています。広島駅にもね入ってるぐらいですから、いっぱいねごまが入ってるんですけど、このね辛みがとっても美味しいんですね。さあ今回は広島グルメ巡っていきました。皆さんはどのお店が美味しそうだなと思いましたか？動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。